つぶつぶインターネットラジオ、新しい私になる。こんにちは。食と心のデザイナー、つぶつぶグランマー由美子です。目覚めていきたい女性に送るつぶつぶインターネットラジオ、新しい私になる。今日も引き続き夏目さんと熱いトークを続けたいと思います。すごい先週すっごい大発見、うん、大面白かった、今日はどうなるのかな。はい、よろしく。よろしくお願いします。夏目さんです。はい。じゃあ今日はね、続きでこうなんか前回、うん、なんていうのよね、ランナーズハイとかあって、うんうん、そうそう、なんか脳内麻薬が苦痛を紛らわしちゃう、脳が作る、うん、こう偽の快と、うんうん、ね、うん、なんか体が作る本当の欲、うん、要するに脳が作る偽の欲と、うん、こう体が作る本当の欲っていうのがあるんだなと思って、うん、だからなんかね、うん、本当本能、本来の能力っていうね、うん、本当の欲と、うん、こう体がもう本当は望んでない偽の欲っていうのがあるんだなって、うん、その話聞きながらね、うん、思って、うんうん、私もずっと思って、私は食のことをやっていて、うんうん、例えばこうね、うん、あの現代食なんか食べてるとやっぱりグルメ気取って、私もそういうこれが美味しいとかあれが美味しいとか、うん、あれが美味しいとか言うけど、でも本当は体は美味しいと思ってないのに、うん、なんか知識とかね、あ、そうそう、まあ、こうね、うん、こう例えばこう日本にチーズなんかなくてピザなんかなかったわけだけど、うん、ね、ピザってこうピザが美味しいって言わないとなんかあれなのかなとか、ピザっていうのはこう美味しいもんなんじゃないかなとか、なんか周りのイメージ、そうそう、イメージとかで、うん、で食べると、うん、最初はうーんと思うんだけど、うん、なんか美味しいような気がしてきて美味しいとかっていうような人とか、うん、あるいは本当にそれをもう美味しいと思っちゃう、すごく刺激的な味に美味しいと思っちゃうとか、うんうんうん、なんかこういろんな意味での、うん、その本当は体が喜んでないのに、うん、美味しいと思っちゃうっていうものが世の中にあるなと思っていて、うん、そうね、で、うん、それでそれを見分ける方法、うん、でっていうのをずっと伝えてるんだけど、うんうん、なんかね、松井さんの話聞いてて、うん、なんかあ、同じだなってい ね、 ね、そうよね、そうそう、ね、だから私もその今度の太らない人の秘密っていう本の中で、あのてか前の本でもずっと言ってきたことなんだけど、本当の食欲と偽の食欲っていうのがあって、うんうんうん、だからあの食欲をこう、あのそれがあるから太るっていう風に罪悪視させちゃうっていうね話をこの前もしたと思うんだけれども、でもあの本当は食欲っていうのは私たちの体を整えるためにある、あのこの栄養が今こんぐらい必要なんだよっていうのをするサインなのよね。だから食欲に従っていればあの太らないし、あの私もこう代謝が悪くなって小太りしていたのが、食欲に従って好きなもの食べてたらどんどん痩せていっちゃった、うんうんうん、ね、でつぶつぶ店長さんだって好きなお雑穀食べてれば痩せちゃったって、うん、なんか体が喜ぶもの、うん、だから一番最初からさ、私たちって自分を信じないっていう風に、うんうんうん、なんだろう、どこ教育されてるというか、うん、なんか、うん、そうね、自分を信じないいるなよっていう情報をなんか生まれた時からいろ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 もらっちゃってるってことだよね、うんうん、そう、だからこうであるのが正しいんだよって言って知識として思考の中に入ってきちゃうからそうなんだけど、でも教育であのそういえば栄養学にしても何にしても言わないよね。あなたはこれでどう感じるのっていうか言わないよ ね、 ね、なんかその人にとって美味しいもの、快感なもの、それが正しい栄養なのよね。そうだよね。でもさ、なんかね、うんうん、本当は例えばすごいちっちゃい子なんてさ、うん、青い葉っぱなんか絶対食べないんだよね、うん、本能的に見てると、うんうん、だけどなんかポパイとか見ちゃって、うん、ほうれん草とか言って子供にもほうれん草食べさせなきゃとかね、ちっちゃい子にベビーフードでほうれん草と人参をペーストにして食べさせなきゃとかさ、うん、すごいこう絶対こうありえないようなものをあげて、うん、それが栄養だって、これだよね、あ、栄養学的知識だね、知識と、うんとかね、うんうんうん、あとはすっごい刺激的で、うん、なんかある種なんか、うん、五感をごまかすような、あ、化学調味料とか、ね、ものもあるよね、うん、あの本当の食べ物のその体が喜ぶ味覚っていうのがそういうのでこう、なんだろう、感じにくくされるようなことはあるかもしれない、うんうん、けれどもでもそういうのに舌が慣れちゃってても本当にね体が喜ぶ食材っていうのを食べれば欲しくなくなる、自然と。そうなんだよね、うん、結局本物を見分けるには、うんうん、
結局本物を食べる、うん、本当に美味しいものを食べるしかない、うん、本当の快感を体験するっていうのが一番手と言わやいかもしれない。そうそうそう、うん、ということはさ、うん、こうでも難しいよね、うん、あの自分の感じているこの喜びが本当なのか偽なのかってさ、うんあうんうんうん、ことを考えなきゃいけないだけでも大変だよね。めんどくさいね。めんどくさいね。そこが人間の面白いところっていうか、うんうんうん、あのなんかこう例えば腸とかもそうだけれども、こう体の内臓とかの感覚って本当に体に必要なものを知ってるじゃない。だけどあの脳っていうのはあの本能的な部分とあの肉体だ、一応肉体だからね、それとなんかあれこれあれこれ頭でね、なんか現実離れしたことを考えられる、そういうこう自由度が、自由な思考能力があるから、それはそれですごいいいことなんだけど、想像力とかね、イメージ描いたりとか、うんうんうん、いいことなんだけど、だから本当のなんか体の喜びとはこうかけ離れたことでも勝手に想像しちゃって、それを信じたりするってことが起こっちゃうのよね。そうだよね、うん、でもそれはそれがあるからこそ、うん、でも飛躍的なこともできるような、うん、そうそうそう、でもモロ刃の剣なのかな。そうするとこの脳、うん、とこの、うん、体の代表って言うとやっぱり腸だと思うんだよね、うんうん、私たちのこう生命の根っこって腸 で、 そうそう、うん、でずっといろいろ調べてたらこう、うん、ね、ある時あ脳の最初、うん、大地の脳って腸なんだよね、うん、そうなの、うん、なんか知ってる、ミミズって雌雄同体って言って、うんうん、一本であれ腸しかないし生き物なんだって、うん、あのなんかねヒドラっていう、ヒドラ、そうそう、うんうん、昔生物、そういえば中学校1年生の時の生物2科なんかでやったなみたいな記憶が、それがさ、うんね、腸しかないでしょ。そうそうそう、でもその腸がだんだんと、腸って食べるものを選んだりしなきゃいけないから、うん、自分にいいものとか、うん、でそれでだんだんそれが発達していって、そこから脊髄とかできていって、うん、その脳ができたっていうような、うんうんうん、ことらしいんだよ、ね、最近の。だから最初は腸が脳だったのよね、なんか賢いというか、うこう栄養を取り入れたり排出したりっていうのを全部こう、うんうん、全部やってた、ね、全部計算してっていうかね、腸自身が。生命ってやっぱり結局食べて、うん、こう栄養を取って排出するっていうことがなければ、うん、生命として動けないわけだから、うん、でもそうするとね、だから考えたら腸って勝手に脳にこう指令受ける前に動くよね、うん、そうなのそうなの、勝手に下痢しちゃったりとか、そう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 、勝手にね、なんかこう腸便秘、うん、脳の思考と関係なくね、うんうんうん、だとしたら、うん、腸、あそうだよね、で夏目さんの今度の本にね、うんうんうん、あるよね、なんか、うん、タイトルちょっと見せてもらったら、うん、書いてる、なんだっけ、うん、あさっきの大タイトルね、あ、腸で考え、脳で感じて魅力目覚める、うん、ねえ、そう、あだからなんだね、そのそうなの、そうなの、腸で考える、そうなの、だから普通のイメージだと逆よね、まあ、内臓は考えることなんてできなくって脳で考えるんでしょって、あの一般のイメージはそうなんだけど、でもあのこう脳は何しろこう妄想、現実離れしたことも考えて、だからあの先週ね本能の話をしたけど、うんうん、本能は間違いないんだけど、暴走するのは本能じゃなくて知性の方なのよね。そうだ、そうなの、だから今までそれが間違いの情報なんだよね、逆になっちゃってた、本能は暴走するから本能は危険だ、うん、本能のことを恐れろというふうに言われ、うん、思ってた、知性で抑圧しなさいって、で逆なの、逆なの、それで抑圧してるんだよね、うん、そうそうそう、でもその抑圧が暴走するほど抑圧しちゃうんだよね、うん、結局、うん、そう、抑圧が暴走しちゃうね、そう、知性の方が暴走しちゃって、やりすぎちゃう、ね、ということは今のこう、うん、私たちのいろんな問題は、うん、こう本来の欲、うん、要するに本能であるこう食欲とか性欲を、そのダイエットが大事とか、その性っていうのはね、こう歯止めが効かないんだよとか、いろんな話をして、こう知識が抑圧し、その抑圧が暴走してる状態なんだ、うん、そうなの、やりすぎちゃってるのね、うん、その知識は暴走し、うんうんうん、本能は暴走しない、これって新しいよね、そうそう、本能こそ賢くって何もう天然でバランス取ってくれるっていうか、知性が、うん、脳が本能を、うんと連携しなきゃいけないってことだよね。そうね、そうね。うん、ね、だからなんで、うん、でも本来もともとはだって腸から生まれたわけだから、うん、なんでそんなに切れちゃったのかな。うん、だから脳が発達しすぎちゃったんでしょうね、きっとね。やっぱり脳にインプットする情報、うん、私は情報の質だと思って、私は今ね、食って
食と情報の砂漠に私たちは住んでるのよって言って、だから砂漠だからここではもう生きていけないので、うん、オアシス探さなきゃいけないと思って、うん、私は一生懸命オアシス探したら、うん、あったってことで今、うん、本当に夢のようなオアシスの中でもう本当にコンコンと湧き出る水、ね、本当にこう緑の中で幸せに暮らしてるから、うん、こうみんなにねいいでしょ、うん、でそういう風に言ってるんだけど、うん、やっぱり一つは具体的に入ってくる食べ物が、うん悪いとやっぱりこう、うんうん、なんていうの正しい欲が出せない、うん、本能が正しく働けないっていうのあるんじゃない、うん、あだから食べ物自身もその食材、ね、あの自然の恵みである食材が持ってる 本当の能力、ね、あの食べ物としての本能、そう、本能それを発揮されない、うん、それを持ってない食べ物ばっかりだと、うん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 結局こっちの腸の本能も働けないから、うんそうね、だから食べ物がこうどんどん変質しちゃうと、うんうん、腸が本能を出せない、うんうん、本当のこう欲がわからないっていう風になっちゃうんだなって思うし、もう一つは脳も正しい情報が来ればこうちゃんとこっちと連携できるんだけど、なんか脳、うんうんね、情報の砂漠だから、うん、もう全然嘘の情報ばっかり来るので、うん、脳が、うん、脳っていうのはやっぱりデータで動くんだよね。あインプットされたもので腸よりも腸はそうは言ってもね、うん、本能だから、うん、そうは言ってもデータ関係なく体を守ろうとするので、うん、そうすごいだからそれが腸の方が、うん、なんていうの本歯止めが効くって、うん、要するに本能の方が歯止めが効く、うん、でも脳はデータで動くんでしょ、うん、そうね、っていうことはさデータが間違ってコンピューターに間違ってデータ入れて正しく動くってことないじゃん、うんうん、そうだよねで、うんうん、私ね何しろこのデータ、うん、正しいデータを脳にインプットする、うん今こそその、うん、ね更新、うん、バージョンアップというか古いソフトをそのね、うんうん、こう知識を暴走させ脳を暴走させるような古い情報を捨てて、うん、そこに新しい本当のこう、うん、情報を入れていく、うん、だけどじゃあどこにその本当の情報があるのか、うん、ないだからこのラジオやってんだよ、うん、あそっかそれで新しい私になるんだ更新してね情報をねだから新しい私になるっていうのは、うん、まずは、うん、今言った本当の、うん腸が本当のこう能力を発揮して本当の食欲や本当の性欲をバーンと出したらもうそれだけで幸せになれるような力を取り戻しでその腸と連携して正しく働くこうとても本当の意味で賢いこう脳を作るっていうことだよね。そうだから脳はねアシスタント。だから私もあの食欲っていうのはまずお腹に効いてお腹が無視なのね。お腹が一番メインでリーダーで仕切っていて、だからそっちに先に聞いてで脳をそれを助けるアシスタントみたいな感じにそうだよ。だってサブで使ってコンピューターってさ、うん、道具じゃんね、うんうんうん、コンピューターが何かをしてくれるんじゃなくて、うんうん、私がしたいことのためにコンピューター使うわけでしょ、うんうんうん、と体がしたいこと体が健康とか維持するために脳というコンピューターを使わなきゃいけないんだよね、うんうん、そうそうそう。でもうん、コンピューターに使われ振り回されてるってこと、うん、そうだよね。言ってみればそうだよ ね、うん、私たちこう間違った知識によって暴走したコンピューターに振り回されて生きて、だから大変なんじゃんね、うん、そうそう。私がこう間違ったダイエットに、ね、振り回されて あでもないこうでもないって、それそうだったんでしょ。同じ失敗繰り返してね、ね、とスパイラルみたいに ね、うん、それってそれだよね、うん、その状態だったの明らかに。うん、悩みの根本ってこれだよね、うんうん、そう、うん、で体の現実、体が実際に何を感じてるかっていうことをあの無視しちゃってるっていう状態、ね、妄想に縛られて、うん、ということは一度こう、うん、脳を解除するっていう必要があるね、うん、やっぱりあの首から下のっていうかこう、ね、お腹だとかね、うんうんうん、そういうこう体で感じるもの、全身で感じるものっていうのをでも、うんね、女性って男性よりもそれしやすい。そう、うん、本来もともと実際は感じてるし、うん、だから女性が今少しでも正しい情報を、うん、こういうこの話とかね、うん、こうね、うん、まあ、この話からどんどん正しい情報を入れていくことによって、うん、やっぱりそれだけでもひゅーっとこうみんなのこう、うん、なんていうの腸がガーッとこうなんか、うん、おーっていう感じで、うん、こうなんかこう目覚めてきて、うん、なんかなっていくよね。それともう一つはやっぱりやってみるってことだよね、うん、やっぱり体験、うん、食べてみるとか、うん、そうね、そうね、何でも、うんうん、体は体験を従ってる、従ってるよね、感じたがってる、うん、感じたがってる、体験って感じるってことでしょ、うん、そう感じたがってる、うん、で本当に変でも何でもいいからいっぱい感じることによって、うん、で、うん、良い
すごくこう波動の高いっていうかね、うん、いい感じ、うん、こう体が本能にぴったしのいい感じを味わっちゃえば、うん、そうじゃないもんがわかるってことで、確かにあの食もそうだし性もそうなんだけれども、本当の感覚っていうのを味わったら、偽のものっていうのはもう体がもう欲しくないっていう風になっちゃう、なっちゃうよね、なっちゃうの、なっちゃうの、そう、うん、そうするもそうなのだからね、うん、でも騙してでも食べさせたいって私が思ったのは、うん、騙しても食べさせてると、うん、最初はブーブー言ってた夫もですね、だんだん、うんうん、肉あんまりいらなくなったかもとかね、そう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 、肉臭いかもとか、そういう感じになる、うん、それっていいよね、そうなの、我慢してやめるんじゃなくて、そうなの、そうなの、うん、だから自然と欲しくなくなってくるっていうのが、あのね、そうだよね、でもその秘密は、うんうん、ね、本当の食欲、うん、本当の性欲に気がつくために脳の解除だ、うん、そうだそうだ、うん、解除だ脳の解除だ、うん、だからデリート、今までの古い情報を全部デリートしちゃうような話をこれからガンガンとやっていきたいなと引き続き、はいはい、じゃあ、まあ、話したいないけどまた来週、うん、また来週よろしくお願いします。今日のつぶつぶニュース、お待たせしました。6月28日土曜日開催の女開きセミナー真夏の夜の夢、お申し込み開始しました。 VIP 席はすぐに満席になることが予想されますので、ご検討中の方はお早めにお申し込みください。6月28日土曜日、女開きセミナー真夏の夜の夢、セミナーの詳細とお申し込みはつぶつぶホームページへ。